それでは今から、ヒデオくん対ジェイソンくんのバトル、3本バトルをしていきたいと思います。最初の1種目目、アサリ投げ対決。このルールは、このね、線から越えないように、ファールしないように、でっかいアサリを遠くに投げた方が勝ちです。それでは、ジェイソンから。ジェイソンからお願いします。線は出ちゃダメですよ。ジェイソン。ジェイソン投げた。おお、そこそこ飛んだんじゃないか。そこそこ飛びましたね。続いて、ヒデオくん。ヒデオくんの番です。1回目はジェイソン結構遠くまで飛ばしたね。投げた。ヒデオくん、ファール。ヒデオくん、ファールです。線を出てしまったため、ファールです。ヒデオくん、線を確認したな、今。二回目投げた。ヒデオくん、ヒデオくんね。ヒデオくん、投げるときに、投げた後出ちゃダメ。ヒデオくん、投げた後出ちゃダメ。ルール分かってなかったもん、ちょっと。ヒデオくん、ルール分かってない。繰り返し見てる。二回目もですね、線をこう出てしまったため、ファールになります。ヒデオくん、記録、ゼロ。それではジェイソンの2投目いきましょう。自分の記録を越すことができるのか。投げた、いった。おー、線は出ていない。そして自分の記録を越した。ヒロ君がヒロ君ちょっと線伸ばしてないか。ファールになったヒロ君、ちょっと待って、線伸ばしてな、気のせいか。それでは、ヒデオくん第2投投げた。投げたけど、これはジェイソンが超えられていないか。ストップ。ヒデオくんの距離ですね、ここでしたね、今。ヒデオくんここだったので、最初の勝負、ジェイソンの勝ち。怒ってる。いやいやいや、ルールだから。危ない。第2種目、反復横跳び。早い方が勝ち。これは俺が判断します。でも、いい感じですね。でも、ヒデオくんなんかめっちゃ早い。ジェイソンより早いぞ。やっぱり、修行をしただけヒデオくんの方が早いのか。あ、これヒデオくんの方が早いな。反復横跳びはヒデオくんかもしれんな。抜いてるもんな。早いね。第2種目、ヒデオの勝利。ヒデオめっちゃ煽ってないかなんか、ジェイソンも。ジェイソンもめっちゃ煽ってる。なんか、強者の余裕を感じる。なにこれ。第3種目、縄跳び。最初に引っかかった方が負けです。それでは、よろしくお願いします。お、縄跳びが動き始めました。最初はゆっくりかな。おお、危ない。おー、うまい。うまいよ。おー、いいよ。縄がちょっと合ってないかな。縄がちょっと外れてた今。うまい。おお、タイミング合ってる。早くなってる。だんだん縄が速くなってるぞ。おお、うまい。まだ誰も引っかかってない。おお、タイミングが。うまい。うわ、なんかもう縄がぐちゃぐちゃ。やばい、縄がだんだん上に上がらなくなってきた。なんか、縄が2個、ダブルタッチみたいになってる。だんだん遅くなって、なんだこれは。ちょっと待って。ヒデオさん怒ったぞ。ヒデオさん怒った。縄が分かれてヒデオさん怒った。なんか、なぜか、
絆が生まれた。なんか仲良くなって二人。縄が悪いみたいな。二人で仲良くなって。なんか二人が仲良くなりました。ということで終了。一勝一敗、一引き分けで。今回の勝負は持ち越し。次回へ持ち越し。